ズバトルフロント2のオンラインをやっていこうかなと思っております。さあ、前回はね、いろいろあれな感じの配信で、まあ、あのフレンドの方とワイワイやらせてもらったのと、まあ、あとは何でしょうね、まあ、年上の方なんであれなんですけど、さりげなく悩み相談を聞いていただくというね、そんな感じの配信になりまして、今回は、まあ、YouTube にアップしようかな、どうしようかなってちょっと悩むような感じなので、中身をちょっとあの何でしょうね、無難な感じにまとめていきたいなっていうところですね。さあ、ストライクまずやっていきましょうか。ストライクやって何やろうかな。あとあれですね、あの何でしょうね、まあ、ちょっとお礼ですけども、まあ、YouTube の方にコメントで一緒にやりませんかとお誘いしていただいた方がいて、本当にありがたいなと思うんですが、まあ何でしょうね、前回の配信とかもそうですけど、まあ、結構言いたいこと言っちゃうので、合う合わないがね非常にあるんで、なんて言ったらいいのかな、その新しい人と出会っていくっていうのは非常にあの人生においても有意義だとは思うんですけども、このゲームに関しては相手に申し訳ないなっていう気持ちがねすごい強くなっちゃう可能性があるんで、やめとこうかなと思っているような形ですね。なかなか難しいよね。なんか叫び声が。さあ行きましょうか。なかなかあれですね、英語音声面白いな。何やんだっけこれ。守るんだ。ちょっとね、酔っ払ってるので、もう何やっていいかはよく分かってないっていうのもありますね。どっから来んのよ、こっちは。負けねえ、俺は負けねえぞ。寄ってたって負けない、やってやるんだから。あれダメなんだ。いやー寄ってます。おお、やりきった。どうしようかな、アサルト。まあやっぱこの武器に落ち着いちゃうのかな。ちょっとですね、酔っ払ってるってのもありますし、あまり余計なこと言いたくないってのもあるんで、無難に黙ってやりましょうか。たまには黙ってやるっていうのもね、ありだと思うんですよね。いやー、いけたと思ったでしょ。止めちゃうんだよね。よいしょ、行こう。来るね。うわー、これ負けんのか。残り25。あら、結構開けられちゃってますね。さあ行こうぜ行こうぜ。やっぱあれですね、飲み始めてからもう4時間ぐらい経つんで、だいぶ注意力散漫です。おお、これ負けんのか。にしてもあれだな、オフィサーしかいないな。あら、負けちゃおうかな。よしよしよし。一箇所だけでも残れば、いや逆に一箇所しか残んない方がやりやすいのかもしれないな。おお、まだいんのかよここ。さあ、やっていきましょう。向こうの一人オフィサーがエース級なんですかね。そんなに道取りしっかりすれば負けると思うんだけどな。負けか。
ましたね。残念。いやー勝てないもんだね。ここで今変えたら絶対負けると思うんだよな。あー連射速度面全然違いますね。おお。さあ行こう。最初ね第一歩抑えられるんだけどね。ルーキーかよ。マジかよ。ルーキー来ましたね。どうしよう。なんか今オフィサー出したら負けな気がする。いや負けてんだけど、負けてんだけど、さらになんか精神的負けを喫するような気がして出したくないな。ちょっと力を合わせて頑張りたいですよね。いやーウキもうちょっとなんだけどな。やっぱりちょっと最後の決め手がねこのアサルトはないんだよね。もう一つもう一声って感じ。まあうまくできてますよね武器。ああ浮きもうちょっとだよ。もう邪魔しないでほしい。浮きだけどうにか始末したいですよね。やっぱり今一つなんだよな攻撃力が。連射性あるんですけどね、 やればやるだけ。あと1対1に持ち込めればなまだ勝機はあるんですけどね。どうしてもこのオフィサー2人が固まってんだよな。どう料理しましょうか。でブラーグなのかな。ブラーグはやっぱきついね。どっちかが違う武器だったらいいんだけど。あと水連だよなここ。酔っ払ってくると余計目がついていかないですよね。痛い巻き添え食ってるって。あら仕掛けられてますね。いやウーキーちゃんをどうにかしようよ。味方頼むぜ。ダメか。あともうちょっとだったんだけどな、ウキ。あ、負けちゃいましたね。やっぱこれはウキを止められるかどうかっていうのは一つのポイント的なところあるのかなというような感じがしますね。ブラーグね強いんだよな。1対1の打ち合いも結構ギリギリになっちゃうんですよね。打ち勝つ方法なくはないんだろうけど、なくはないんだろうけどめんどくせえんだよな。ブラーグね縦方向での戦いをしなきゃいいっていう気がするのが一つなんですけど、ロー戦士だと多分縦横関係ないのかな。とにかくあれなんですよね、ブラグ対戦するときは相手よりも早く打ち込めるかどうかだけしか求められてない気がしますね。ちょっとあれだけ別ゲーですね。さあやっていきましょう。もうあとは練習ですね。まあ全然
みんなそれやめるか。撃破数29。あの人一人に完封してるような感じですかね。これ使い続けたとこで C にはならないと思うんだけどな。どうなんだろうね。ちょっとこれ使ってみましょうか。これ連射性が悪いんだよな。ほんとね、4番目の武器にしてすげえ微妙なんだよな。なんでこんな微妙なんだろう。もうちょっとね、張り切った内容でもいいと思うんですけどね。ものすごい控えめな感じですね。ああ、このチームであれか、入手か、結構辛そうだな。やっぱ連射性が悪いよ。ここってどうなってんの？あ、こっち、あ、いけねえんじゃん。なんだよ、待ってたって意味ないじゃんね。したね、いたな今。お？まともにやって勝てると思えねえんだよな。で、あと武器改造したい。いや、おっせえなこれやっぱり。ダメージ入ってないんだ。あれダメでしたね。ダメージ入んないんだ。意外と難しい。さて、すまない試合になっちゃってんな。連射が効かないっていうのが結構きついな。おお、やれちゃいましたね。連射できない、遅いんだよな。やめるか。やっぱこれ連射できないつらいですね。まだこっちの方がマシかな。あ、 C あるじゃんって。ノーマルじゃん。そうなんだ。これフルオート。あ、フルオート遅っ。あ、ノーマル銃なんだ。おうおうおう。ちょっとやっぱさすがにノーマル銃はいろいろやばいですね。何がいいんだろうね、アサルト。なんかいい銃を探したいんだけど、選択肢もないような気がしなくもないですね。ガチュベブレドベリー。横回。
何がいいんだろう。これ連射性は悪くないんだけど、3点バーストっていう点でちょっと若干使いづらいんだよな。そう、倒しきれねえんだよね。これダメなんですもんね、当たってねえんだ。ってなるとやっぱこっちかな。ちょっとこれでナイトビジョン外してイオンショットっていうちょっと自殺的な感じにしましょうか。これでやるとね、あ、間違えちゃった。これでやると多分ね倒せなくなっちゃうのかな。イオンショットつけるとマジで弱えんだよな。ダメージ入んないですね。何でもない相手に負けるっていうのやっぱイオンショットいらないのかな。ただナイトビジョンもいられはいらないですよね。これでやってみましょうか。あ、もう負けだな。正解が分かんねえんだよなアサルトは。まあ、それだけあのオフィサーがね優秀すぎんですよね。オフィサー使っときゃワンマンアーミーでもなんとでもなんじゃんみたいな感じになっちゃう。おお、これダメなんだ。2回スタートにしてくんねえかなこれ。罠っぽいな。負けんのか。あれダメージそんな入ってないですね。だからこれを見ちゃうと CR はちょっとダメージというかレートが強すぎてダメージ入ってないのかなっていう感じがしなくもないんですよね。いやー難しいですね。でもそこ検証するんだったらやっぱブラストやってた方がいいかな。分かれてないですね。早いは早いんだけど、うん、でもやっぱアタッチメントつけないっていうのがダメなのかな。わかんねえな本当。これね拡散防止とか拡散低減とか軽減とか入ってるやねまたいいんですけど、そこまで完璧性を追い求めるなって話かな。え、これ死なないの？バンガードもわかんないですね。今の死なねえんだっていう。あの距離で撃ったら死んじゃいそうなもんだけどな。いろいろ検証していきましょう。検証、実証検証ってやつ。2人いるの辛いな。やっぱりあとはやっぱりこのゲーム前からそうですけど、入力してから反映までがワンテンポ遅いんですよね。これダメなの？今そこの柱で弾くかなと思ったんですけど取っちゃいましたね。ちょっといろいろ見込みが甘いな。
怖い。いやこれ食らっちゃうんだよ、反応速度悪いな。お、運んでる？運んでますね。ゲホゲホゲホ。おお、場所が分かんない。いやーだいぶ寄ってきたかな。いやータレットが強い、一番タレットが強い。この人さっきから食らわねえな、なんでだ、体勢持ってんのかな。距離的にはいけないのかな、もっと近いのかな。バンガードがだからね、個人的に合わないんでしょうね、距離適正が。そっか、敵も見えねえしな。これ終わらないパターンですね。向こうも攻めてくる気ないし。あの人1位なんだ、そうでもねえんだけどな。勝てんだよな、とにかく。屋根に当たっちゃってダメですね。痛い、6本しすぎだよ、ほんと。いや、あのタレットマジでヤバくね。この人か、勝てえな。インパクト、チャージとコンバットでしょ、どれも展開してねえんで、あんなガチガチなの。やっぱチャージャーセントリーやってる時やばいですね、防御力上がってんのかな、あれ。ここで膠着しちゃうんだって NT 持ってきた方がいいかもね。ポイントめっちゃ稼げるんですけど、どうしようかな。でも多分タレット壊せる人いた方がいいんじゃないのって思ったりもするんですけど、どうなんでしょうね。いやでもストライクこれやられちゃうときついな。ちょっとグラスいきましょうか。だるい、酔ってるときは余計だるいです。お前頭当たってるよ。おお、負けちゃいましたね。いやー、ヘッドショット難しいな。
ヘッドショット入れたい。さあ行きましょう。ズン。あれ柱か今。なになに。これどうにもなんねえよ。もうめんどくさい、早く終わんねえかな。もういい加減飽きてきたよ。もうあれですね、やっぱ酔ってるっていうのもあるし、もう散々やってきましたからね。なんだろう、アップ用に元気よくとかっていう感じにはなれねえな。よくみんなこの時間元気だよね。いやタレットうぜ、純粋に打ち合いしてんだけどな。試合がなかなかできないですね。大変なんだよ、NT で打ちなくて。いやー、クイックショット甘いっすな。なんかエムアシスト変なとこ持ってっちゃうな。柱邪魔。出てんのにな。厳しいですね。あと一歩上。あ、終わりかな。さすがに終わってほしいな。オーバータイム継続ですね。おい、打てねえよ。打てねえよ。今ね、成功したと思ったんだけどな。やっぱこういう時はぶん殴っちゃった方が早いかもしれないですね。いやでもぶん殴りたいわけじゃないんで、今打ちたいんで。勝つのまさかの、勘弁してよ。
おお、やっちゃった。後ろでしたね。いやー難しい。嘘、勝ったの？こんだけやって。いやーまあナイスナイスと言っていった方がいいんでしょうね。マジかって感じでしたけど。あー勝っちゃったんだ。すげえ微妙。さあ行きましょうか。いた。何？あ、これ敵なんだ。いやーでもエピックとかすげえなー。どうやったらあんなの取れるんだろう。これねー、戦車砲とか言ってんの、対戦車砲とか言ってんだったら貫通してほしいんだけど。ダメなの？わけわかんねえよ。はい、行きましょうか。またあそこで詰まるんでしょせねえな。いやー本当難しい。柱だよ。なんだめ。浮き邪魔、浮き邪魔、浮き邪魔。
はあ、上にいたんだよな、この。いや、遅えよ。なんだ、あージャンプマナーね。いや夜中にしたら長えな。出さねえな。地味な戦いだね。ですよね。いや長いね戦いが。なんでダメなんだ。いるのが分かるやな。逃がしちゃったよ。顔出せ顔出せ。ダメなんだ。向こうの方が場所いいですね。場所いいけど遅えよ撃つの。いやーめんどくせえな。
こにいるんだよね。いますね。しましたね。いやー、こんなのするつもりなかったんだけどな。いやー、もう前出たくないですね、めんどくさくて。何だったんでしょうねこれ。まあ、稼ぎ部屋としては良かったのかもしれないですけどね。まあ、だいぶ稼ぎましたね。稼いだんだけどさ、もうちょっとスパスパ行ってほしかったですね。ということで、ブラスやりましょうか。まあ、たまにはこんな日もあるってことですね。酔っ払ってなきゃね、多分これはイライラして前行っちゃってましたね。さて、何やっていきましょうかね。何をやっていくか。ブラストでもやりましょうかね。なんか簡単にサクッと。いやー、でもあれですね、やっぱり飲んでるとそんなにイライラとかそういう一芸の問題じゃなくなるから楽にはなりますけど、どうしてもね、プレイも3枚になっちゃいますね。さあ、ブレスターやりましょう。ナブ、あー、ナブ、あれか。何やろうかな。難しいですね、ナブ。で、やっぱりもう主要な武器のアンロックは終わっちゃってるので、実績をなんかっていうのもないし、何やったらいいのかな。やりたいもんやっていくしかないでしょうね、もう。何がいいんだろう。でもぶっちゃけて言うとオフィサーなんですよね。武器の感覚、レート、すべてにおいて。オフィサーの武器が一番やりやすいですよね。だけどなんかオフィサーばっかっていうのもつまんないです。わけわかんねえ。おお、巻きした、マジで。ヘビはもうちょっと機動力あるといいですね。まあゴリラパワーだからどうしようもないんだけど。なんか後ろにいるよね。
スナー、何がいいんだろう、オフィサーかな、やっぱり。だこのオフィサーが一番アサルトっぽいんですよね。それが問題なのかもしれないな。おお、うまっした。あと一歩でしたね。でもいい勝負してんじゃん。いやー、でもあれかな、やっぱ飲みすぎたかな。だいぶ頭が痛くなりそうなフラグが立ってきましたね。まあ、でもそりゃそうか、4時間も5時間もダラダラ飲んでやね。We fight, we win! スポンで来るかな?3人いてどれにも合わずというか、どれも狙おうとしたのが悪い結果ですね。これ負けんの？そうなんだ、あの2番武器って意外といけるんですね。そうするとブラグなのかな、ああいう敵に対しては。バトルトロイド強いですね。ミズサンダー、ちょっと NT 持ってくるか。いらなくね。
おお、焼いちゃいましたね。Let's do this。でもこの人数差で、でもまあ2人3人だったらオフィサーいれば巻き返せるか。でもこっちもオフィサー多いですからね。まだ来てるな。こっちは。こっちはいないか。ってなるとここか。ん？なんだなんだ。ああ壁貫通するんだ。おお、これは範囲じゃなくて前方っぽいっすね。自分の周りではなくて前方、やる前方に対しての。おう、残りました。なるほどね、なかなか難しいですね。おお、やれちゃった。レッツゴー。さあ行こうぜ行こうぜ。お疲れちゃん。ちょっとこれはね、どうしようもないですね。すっげえ静か。なんかね、オフィサーだらけなんだよな、トップが。この現状どう思うかってとこですけど、まあしょうがないはしょうがないですよね。使ってる人を避難はできないですね。やっぱりブラストで言えばキル稼ぎなので、そうするとやっぱ一番ね稼げるので戦えるのは本筋っちゃ本筋ですからね。なんとも言えないな。でもオフィサーが現状1位っていうのは、だからやっぱりこういう武器状況であればスペシャリストが E4 をベータと同じように使えるっていうのはありだとは思うんですよね。ただ効果延長カードはなくしてなんか別の代替にした方がいい気もしますけどね。効果延長つけるとひたすらそれで効果延長延長でいかれる可能性があるんで、でヴァンガードも強いは強いんですけど、やっぱり距離をちょっと見せるとねダメなので、あれは別に何もしなくていいんじゃないかなとは思いますけどね。人減っちゃったんだけど、どうする？じゃあちょっと出ましょうか。しょうがない。どうしようかな。そしたらギャラクティックでもやっていきましょうか。で、あと15分ぐらいで終わりにしようかな。だいぶグワングワン来てますね。で、明日がちょっと実家に行って家族を送り届けて帰ってきたら、その後、まあ少なくとも2日間ぐらいは自由にできるんで、思う存分遊べるかな。というような感じですかね。まあただね、実際ね、なんか、チャリンコ乗って筋トレしたりとか、うんぬんとかってやるから、なかなか微妙ですよね。さてさてさてと、マルチ、ギャラクティック。今日遊んだフレンドの大社さんの動画にいいねをしておくっていう。
自分が一緒に遊んだらいいねをしておく。まあ、いろいろ悩み聞いてくれましたからね、いいねしておきましょう。さあ、キャスターキラキチか。ってことは、これ負けチームに入ったってことですね。まあ、しょうがないね、こればっかりは。誰かが負けなければ誰かは勝てないですからね。そう考えると、今日は負ける日って考えてやっていくしかないのかな。でもね、なかなか負け続けるのも辛いよね、とは正直思います。で、それは人として正しいと思うので、他の人も負け続けることは嫌だと思う気持ちはね、俺はどうしようもないし、そう思うよって思うんですけどね。でも誰かが負けなければ誰かは勝たないっていうね、ゲームの中の絶対的ルールですね、これが。さあ、とりあえずアサルト出しましょうか。いや、エピックね、1枚だけでもいいから作ってみたいんですよね。480必要なんだよ、パーツが。地獄ですよね。これ何？どこ？何やこれ。おい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 、やれちゃったよ。運転手よ。やっぱ負けチームですね。100以上増えねえっていうのがせめても救いかもしれない。これ。言わへん。もう眠くなってきた。外に出るの損じゃねえか、この場合。でもイケイケですからね。嘘、これやっちゃうの。みんなよく見てんな、すげえな。やっぱりほんの一瞬で決着つけないとやられちゃいますね。早えな、イケイケだな。人数いるんですけどね、なんでこれ入られてるの。これは敵味方どっちなの。おう、はいですね。ついついヴァンガードは苦手だから見ちゃいますね、ここでいっかなみたいな。その間にやっぱ8打席されちゃいますね。いやー、でもあれだな、明日やべえな、酔っ払ってきたな。あ、レイヤーか。現状見るとレイヤーが一番優遇されてんのかな、他わかんないですけど。一発だもんね、あれはすごいいいと思うな、ラッキーですよね。さあ下がりましょうか。いやー、最後ここ嫌だな。たまには違うところを守ってみたいな。もう思いっきり角待ちしますよね。なんていうか、ヒーロー来ますかね。はえくんの味方の守備が固まってないっていうか、そんな死んでないから固められると思うんだけどな。みんなどこ行ってんだろう。あそこで守るのダメなんですかね。各通路に張れば第一波は防げると思うんだけどな。まあそういう理解もないんですかね、もしかしたら。いやー、多勢に無勢だ、すげえ勢い。一人ぐらいと思ったんですけど、蜂の巣にされちゃいますね。味方ちょっと抜けたよ。
でもさ、抜けるから余計負けんだぜっていうところで考えるとね、なんで抜けてんのか分かんねえな。1ゲームくらいやってけんのに。ノッセ今日なんかせちずつだね。ウキー2体目ウキーか。1体目はねやれた気がしなくもないんですけど、ただ CR2 がね最後の最後で息切れしちゃうんですよね。これ難しいところ。じゃあ装備の見直しを図ってみんないいかもしれないですね。ヒーローいるよ、ヒーロー。いや両方ヒーロー張ってんな。負けちゃったよ、何もできねえで負けちゃったよ。ノー、いいっすね英語音声、なかなかいいですね。アサルトはどうしようかな。なんか飽きてきたっちゃ飽きてきましたね。いやでもねやっぱりこれフレンドさんとも話しましたけど、パーティーはパーティーのサーバーに飛ばして、ノラはノラのサーバーにしないと話にならない。やっぱりボイスできるかできないかっていうのはでかくなっちゃってますね今回は。あの相手が、自分もそうですけど大したことなくても、今ここに敵がこれぐらいいるよとかっていうのをボイスでリアルタイムに伝えられるだけで普通の TPS FPS ゲームになっちゃったので、なんでしょうね、よりその情報が大事になっちゃうんですよね。で1の時ってそういうのやったところで結構打破できなくはないんですよ、スキルプレイヤーによっては。プレイヤーによっては、まあ、若干の巻き返しぐらいだったらできるんですけど、2はそれはちょっと厳しいですね。瞬殺できないですからね。瞬殺できればまた違うんでしょうけど、ねどうすんのがいいのかな。ちょっとこれを試しにつけてみましょうか。でトレーニングかな。基本的には何でしょう、回復重視にしたいので、ちょっとこれでやってみましょうか。まあただね、カードレベルが低いから微妙微妙なんですけどね。多分ね、右はものすごい勢いで突っ込んでくるんで無理だと思います。あのダーツどこまで届くんだろう、それ次第なんだよな。でももう絶対ここいると思うんだよね、この奥にね。いや引かれちゃうんだよこれ。やっぱいますね、大体パーティー組んでるとこんな感じになりますね。だからダーツで先に位置を知りたかったっちゃ知りたかったんですけど、届いてなかったっぽいな。ダーツがよくわかんない。まあいいや、ほっとくか。3人やっぱパーティーだよこれ。邪魔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 だよ、逃げられちゃうんだよ。どいてほしいな。ジャンプできねえぞここ、ふざけんな。
寒いっちょしつこく来ると思うんだよな。あの赤点がそうだな、ビビってこねえな。あの上やりてんだよな、上やりてんだけどうまく位置取りできないですね。うわ、光ってた。あの人は多分打ち合いよりも乗り物乗る方が強いんでしょうね。ちょっと対峙してみたいですよね、打ち合いで。多分オフィサーで来ると思うんだよな。おい、スナイパーそこいらねえから、マジで位置変えろって。いやー、こういう時イオングレネード持ってこなかったの下手こいたなって感じ。あんなとこ入れんの。試合では別に勝てるとは思うんだけど、もはや仲間がもうビビってこないそれがちょっと問題ですよね。であとスペシャリストに変えすぎ。この間にね、寄ってきてるんですよね。あー、そこにいるんだ、わかんねえな。で、一人行ってるよーとかって多分言われてますね、あれは。じゃなきゃここまで的確にこっち薄くするってことはね、難しいと思うんだよ。てか誰かイオングレネード持ってきてないの。こっち行っても多分一緒なんだよ。で、あの乗り物がね、多分こっちを偵察してるんですよね、ついでで。いるな、山にいるね、やっぱり。また山にいるよ。負けちゃいましたね。こりゃどうしようもね。だ、守れるは守れるんだけどこっちはね、他の野良に、同じチームの野良さんたちにこうしてああしてっていう指示が飛ばせないっていうところが結構きついですね。左どこでやられてたんだろう。多分上上がったところでボコボコにされてたのかな。さあどうしましょうか。これ続けても多分負け越すだけですからね。いやー、だからギャラクティックは今ね、行ったところでパーティーばっかなんですよね。で、そのパーティーが悪いとは言いませんけど、ノラ VS パーティーになるとちょっとね、ノラはきつい、正直きついですね。いくら1対1の打ち合いで別に負けねえよってなったところで、1対1ならねっていう話にどうしてもパーティーってなっちゃうので、それはね、もうどうしようもねえんだよな。分かってるノラで集まろうぜっていうわけにもいかないですからね。さあ、じゃあどうしよっかな。最後ストライク1回ぐらい1セットやっていきましょうか。やっぱストライクになっちゃうのかな。あのギャラクティックは正直ちゃんといい試合をしようとすると長いんですよね、今度逆に文句ばっかった感じなんですけど、いやでもね、ちょっと長すぎるよ今回。その3フェーズも4フェーズもいらないと思うんだよな。2フェーズぐらいで終わってくれるとちょうどいいですね。すごいですね、ダブリ5個開けて3つ
何考えてんだろうねこれ一体。あとあれですね、武器解除でいろいろやっていくうちに飽きた感は出てきたかな。正直もうお腹いっぱいっすみたいな。いや、ワンの時みたいに、なんて言うんでしょうね、だらだら毎日やろうぜっていう気にもなれなくはないんだよな。だから武器解除っていう余計なものが入っちゃったから、それをやるために頑張るんだけど、逆にそれが終わっちゃうと、よーし俺もやりきった感すごいみたいな感じで一気に冷めていくっていう感じになってるのかもしれないですね。だから武器なんて最初からカスタムさせないで、ワンの時みたいに、あとはテクニックで頑張るみたいな状態がね、一番いいのかもしれないですよね。いやーでもあれだな、もう今日ちょっと飲むのやめよう。起きた時頭痛くなりそう。運転で2、3時間かけるにやんなきゃいけないですからね、あんまり調子悪くなるのも嫌ですね。でも結構ダーツ使えたな。難しいとこだな。これで行ってみようか。Got you back! はい、行きましょうか。ワンマンミやるんだったらダーツいらねえなっていう気はしますけどね。これ何？守り？守りだね。スナイパーいる、スナイパー。でもあの砂多分動かないですよ。いた。動かないんですよねこのスナイパー。取るぞあれ。スナイパー来る、スナイパー来る。タバコ吸いて、タバコ吸いて。どこだ、スナどこだ。多分同じ位置にいるんだよ。ちょい外回りって感じですよね。一人下行ってよ。どこだどこだ、近くにいるはず。タバコ吸いたい。ちょっと休憩しよう。人間なんてね、所詮行動は結構決まるので、おうおうおう、どうしてもパターンって決められないんですよね。自分で思ってるほどパターンをいっぱい持つってこともできないので、攻めてる時って一番辛くてパターンが出やすいんですよ。だからスキャンダースとかでパターンを読むとかねして、逆に相手のパターンに合わせていくとこっちのパターンが読まれにくいんですよね。だから立ち回りに関して言えば、なんでしょうね、ゲームのセンスだけではなくて、その心理学的なところも結構大事なのかなという気はしますね。お水さん少なくともそれでやってます。あれ負けちゃうじゃん。何やってんの。まあいいや、次勝ちゃいい。
行きましょうか。まあ、タオコ終わってるんだ。なかなか面白いところですね。あ、爆弾投げちゃってんじゃん。これで味方がとどめを刺してくれると。なんで隠れんのよ、マジで言ってんの。たおお、負けちゃってんじゃん。ですね。でもレベル見るとまあ悪くないと思うんだけどな。しかも人数少ねえじゃん、向こうの方が。なんで負けてんのこれ。見えましたね。おお、これ負けんのかよ。ロケットジャンパー、マジか。さて、人数差で勝ってんのになんで負けるかな。とにかく敵の位置割り出しましょう。取るよ。スキャンダーズいいな、結構。うわ、ウキ来た。ウキ厄介だな。よかった、ただのウキでよかった。どこにいる、あれ、どこにいる、どこにいる。ここの裏にいねえか。味方じゃねえか。おい、持ってかれてんぞ。おお、持ってかれてんじゃんよ。何やってんの。ちょっとさ、ちょっとスナイパーマジでしっかりしろよ。やべ、後ろから来てんな、挟まれてる。あー、怖い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 。でスナイパーはだいたい一発撃たれると逃げるんですよ。ウキ左右する。死んででもウキを倒すことが左右する。もう一人いた。おう、あー疲れた。一人突出してんな。でも合ってねえな、あれどこにいんだ。いいっすよね、人数差あるとき楽に稼げんだよ。このジャンプは一体何やってる。
残り3は頑張りたいな。あっちの浮きは比較的倒しやすいと思うんだよな。あ、やべ、上じゃん。やべ、またやっちゃったよ。いや、負けちゃったよ。なんだよ。なんだよ。しょうがないですね。これが限界なのかな。いや、もうちょっと集中すればどうにかなったかもしれないですけど。どこにいたんだろう、この人。全然見てねえな。やっぱね、1位取る人と1回は対峙してみたいですよね。気にしてないだけかな。同じアサルトで。もったいないですね。さあ、どうしましょうか。あと1ゲーム。1ゲームやる？もう終わりにしてもいいかな。どうしましょうか。デルタ全勝、まあやりましょうか。どうしようか。まあちょっとオフィス、人数少ねえかな。オフィサーはねえな。まあ、無難にアサルトでやっていきましょうか。もうカードね、どうなんだろうね。タフがねえのが結構きついな。でもタフ欲しいな。タフ欲しいな。さあ行きましょうか。1回ぐらい勝ちてえな。防衛ってどういうこと？こっち守り？あ、守りか。これどっから来るんだっけ。こうよくわかんねえんだよな。これ逆行かれてね。いや、来たな。ちょ、ピン打っときましょうか。分かんないから。レイダウン。もう一人いねえか、こっち。いや、でもピン打ってるはずだな。ちょ、ピンを信じましょうか。ナイスナイスナイス。グッジョブグッジョブ。こっちから来るな。
ああ、味方頑張れ。やっぱ向こうか。スナイパーいるんじゃねえか。あ、ちょっと解除任せましょうか。できるかな。怪しいね。行こう。これダメなの？ちょっとよくわかんねえな。このチームもしかしたら1点守りの方が向いてんのかな。ちょっとあまりにもやる気なさすぎんだよな。あ、すげえとこに出てきたな。残り20。おいおいおい、進まねえなんて選択肢ねえだろうよ。マジこれやれちゃうのか。ああ横にいたのね。あんま突破張る感じじゃないのかな向こうの一番って。残り14。なんだったら引き寄せて中で対峙するのが一番いいかもしれない。ソニックスローだぐらいかな。うわ強っ。もうちょっと自由移動できるのがいいな。ウーキーさん出せる人いるんじゃないの。どうかな。ポイント溜まってないかな。いや溜まってると思うんだけどな。一人で一人。うわマジか。Right with you。 おいマジで負けんのかよ。武器出したいのに、偉いっちゃ偉いけどさ。あ、オーバーロード使ってたんだね。向こうもあれかな、アサルトでもしかしたら1位やってるかもね。ちょっとオフィサ使いましょうか。さすがに最後くらい勝ちたいな。ああ、さっきのデストルーパーが1位なのね。ストレッパーが1位だったら勝てんだろう。あれからまだ新人が多いのかもしれないですね。頑張っていただかないと。一生懸命働いていただかないといけないですね。ダメだ。こっちから来るぞ。一人いるか。いや足音なし。足音大事ですよ。一人いるな。向こうは捨てて完璧にこっち守りましょうか。来た。いやこっちだ。おおこれ負けんのかい。
マジで？困ったな。これ負けんのかい。ちょっと下がりすぎるな。ルーキー頑張れ。ルーキー、そっかそっか、これ前方だったね、確か。忘れちゃうな、つい。でも飛び込んでいけばさ、2番目の人が倒せるっていうことは学習してて、なんで止められてないの？なんで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 、意味が分かんないんだけど。止めてよ。あー、なるほどね。ルーキーよ。いやー、やっぱ純粋な火力じゃ負けんだね。でもダメージなんか通ってなかったっぽいな。なかなか興味深いですね。ルーキー使って誰かダメなのかな。ポイント保ってないかな、みんな。やめんなよ。うわー、くそ悔しいね。あー悔しい。あれ30いるじゃん。なんて名前これ。途中参加かな。カードレベル30でちょっと成績低すぎだろう。あー終わっちゃった。悲しいですね。まあでもストライクはね、また独特の雰囲気がありますからね。慣れっちゃ慣れかな。おわっ。でも33つだってデスでしょ。でもちょっと差がありすぎるかな。ちょっともう一回ぐらいやっていきましょうか。ちょっとここでへこんでほしくないな。頑張ってこのチームで一回勝ちたいですね。減っちゃったよ。これがね、ダメなんだと思うよ、成績低い人は。頑張らないと、ここで。何をくそって言って、やっぱりね、勝てるように努力しようとかって思うと、伸びしろあんのかなと思いますけどね。まあでもあれかもしれない。ルーキーだとしたら、なんか解除して抜けちゃうのかもしれませんね。さあ頑張ろうぜ。
二人さん、なんだかなんだかよ。なんともなんねえ。そういえばなんともなんねえマップだった。アップな、はまるんだよな、ここ。やっぱり打ち合いそんな強くね。こいつはなんですか。味方来い。味方。経験詰め。味方はどうした？なんで来ねえ？いやーやっぱスキャンダーズ使ってんな。寄ってこい。取れ。回収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 。おお、焼いちゃいましたね。まず取らないと。何やってんだよ味方は。はあ、困ったな。取らないと話になんねえのに取りに来ねえよ。いやー尽きちゃったよ。味方どうしたんだよ、なんで来ねえんだ。あ、スナイパーがいる。そう、スナイパーいんな。本気ですね向こう。どうしようブラグの方がいいかな、こんなんだったら。おい何やってんだよ、そこじゃねえだろ。エメイクのもう変ないらねえ知識ばっかつけて。本当だよ。ああ、取り来な。取りにおいでよ。あのスナイパー見てね。来い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 、ゴー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 。
あ前線押し上げていこうぜ。おいおいおい、何眺めてんだよ。眺めてる場合じゃねえよ。おお、撃たれちゃいましたね。なかなか勝てないな。ちょっとここはね、一人じゃどうにもなんないんですよね。できた？なんでそっち行っちゃうかな？ここね、やられちゃうんだよ、入ると。ただ一人で行かせるわけにもいかないですからね。さあ行こう。あー、ちょっと物が遠すぎるな。持って入っちゃったんだ。終わっちゃいましたね。お疲れちゃんでした。そうか、もうちょっと取った後スピード落としていいと思うんだよな。相手もバカじゃないですからね。防御陣地は気づいてるので、もうちょっとスローダウンして様子見ながらじわじわ行っていいと思うんだよな。速攻できるほどのテクニックもなさげですからね、こいつなんですけど。スナイパーいる。
やー、後ろいいんだよね。わかるわかる。いやー、開拓してると思うんだけどな。開拓しててもダメか。しょうがない、経験するしかないよ。囲まれちゃってますね。これでね、ビビって出てこなくなるような真似だけはやめてほしいですよね。どんどん出てきて負けるのは負けるでいいと思うんだよね。なんだよここ登れねえんだけど。出ておいでよ。撃たないと、とにかく。うわ、武器もうちょっとあったんだけどな。邪魔されましたね、障害物に。スペシャリストなんて持ってくんなよ。撃てよ前で。それからだよスペシャリスト。もうめんどくさい、ここ。ナイスキー、ナイスキー、よしよしよし、いいよいいよ、その調子その調子。なめんなよ。いやー味方よ、負けていいから前出ようぜ、打ち合いしようよ。まず打ち合いが大事だよ。いいんだよ負けたって。どこ行った。ああ、こんなとこいたんだ。残り1か。オーバータイム。武器買ってな。よし、いいぞいいぞ。まず撃ち合おう。撃ち合って敵がどこから出てくるか覚えよう。このマップはね、めちゃくちゃそれ大事ですね。なんてことね、なんてこと。恐れずに飛び込もう。あー、落としてるぞ。なんで。あ、スナイパーいね。終わっちゃいましたね。お疲れ様でした。
いやー、やられたから引き込むのは一番ダメだって。気持ちわかりますけどね、気持ちわかりますけど、そこあえて飛び出してこうぜ。飛び出して打ち合って打ち合ってはそのうちこんな感じになれる、最低でも。その先は才能。さ、じゃあ終わりにしましょうかね。難しいね。難しいね。まだまだ動きが自分自身も悪いですね。前に行こうっていうふうに思わせられる動きをしてなかったから下がっちゃうので、もっと味方がこの人が前に行くんだったら行こうみたいなね、そんな感じの躍動感ある動きが勉強しなきゃいけないですね。いやー、ゲームは難しいですね。特に会話ができないこのノラで何をしてほしいのか、今前に行くべきなのか後ろに行くべきなのかっていうのをね、行動で示すっていうのはなかなか難しいですけど、でもこれはね、リアルの仕事とかでもそうで、行動で示すっていうのは非常に大事なので、行動で示せないっていうことはどんな生きるを取ろうと意味がなくて、自分の行動がまだまだっていうことですね。さあ、じゃあ終わりしましょうか。もう喉がね、ガラガラなんですよね。すー、もうこれ以上はさすがに喋れない感じなんで終わりにしましょう。ということで本日は PS4 版のスターウォーズバトルフロント2オンラインをやってみました。まあ最後ね、ちょっとそれだけやりましたけども、まあまだまだこれから上手くなる方々が、この冬休みを利用して来てるのかなという感じもあるので、これから始める方ですね、ぜひめげずに、まあ、最初は誰でもボコボコにされるのは当たり前なので、めげずに上手い人の動きどんどん吸収していただいて、何をしているのかとかね、なんでここ通るのかとか、いろいろ自分の中で見て調べてやってみて、で武器解除を同時にやりながら、それを経験を生かして、強くなって前線でボコボコにできるように頑張っていただければと思います。それではまた次回どこかでお会いしましょう。ありがとうございました。